どうも、トラちゃん17歳女子高生です。収録ソフトが多少変わりました。あまり高校からデクトリーというソフトに変えましたね。で、まあ玄関変わりました。あと家ってね。でだ、ここクリパーちゃんに、なんかクリパーちゃんが勝手に入ってきて、ここ爆破しちゃいましたね。まあ、入ってきた理由としては、まあこんな感じで、まあ絵を貼ってたんですね。絵を、パッてね。ね、絵を。で、モンスターとかは、例えば、この辺の設定が毎回変わるんだよな。こうあった場合、看板がここにあるからブロックがあるってね、思い込んでモンスター落ちるんですね。で、それを利用して、まあ、ブロックがあるって勘違いするっていうなら横も大丈夫じゃないかなと思って、まあ安心しきっていたんですよ。これ絵でも貼ってね、絵を。ちょいちょい。まあ縦長の絵を貼っていたんですよ。そしたらね、なんか入ってきて、あの人。人ん家に勝手に入ってきて、俺逃げたけど、こうなんかこの辺で引っかかって、うん、なんか気づいてたら、僕死んでたみたいな。うわーと思いながら、まあ修復したんですよ。ね。だけど、修復して、ああ、この辺ちょっと広げようかな、みたいな。2ブロックしかなかったんで、高さ。で、広げてたら、なんかこっちからなんか入ってきて、クリーパーちゃんが、また、別のクリーパーちゃんが、このプレートをここに置いてたんでね、入ってきたんですよ、勝手に。いやー、そしたら、こうなっちゃった。びっくりした。びっくりした。まあ、変わったところといえば、そんぐらいかな。あ、この辺ちょっとなんか、高さを合わせました。その辺。デクトリーっていうソフトさ、録画開始すると、たまに録画しないときあるよね。何なんだろう、あれ。なんか、画面の、だいたいこの辺。あ、見えないのか、これ。マウス録画。例えば、この辺にさ、なんか、ゲームの FPS と、ゲームのフレームレートと、録画してるフレームレートが表示されるんですけど、録画できていたらね。で、それが表示されなくて、なんか、FIN、FIN って表示されて、一体何のこっちゃねえってね。ゲームのフレームレートは表示されてるのに、録画してる時のフレームレートが表示されてねえぞ、みたいな。ゲームのフレームレートの下になんか FIN、FIN ってね、出てきて、あ、一体何なんだろう、みたいな。ここ、ライトアップしました。あとは、山。この山もですね、多少は明るくしたんですけど。多少はね、明るくはなったはずです。この中身もね、モンスターが発生していたので、トーチの感覚を見直しましたね。
今日はこのガラスを埋めて、このちょうどクロスしているところにした、土に変えて白樺の苗を植えましょう。 1.5 回復するのか。いや、もう早速置いていきましょうかね。で、あのフルスクリーンで録画できるようになったんですよ。これはでかいですね。まあできなくなったこともあります。その分フルスクリーンでやってるんで、まあ、何ができなくなったかっていうと、例えば、あ、ちょっと調べようかなってした時に、あ、ブラウザ開けねえぞとか、あ、画面の外にマウスカーソル出ねえぞとかね。まあその辺は OK、 Google で調べたらいいんで。とりあえずこんぐらい、これぐらい、ちょっとこれぐらいね。マウスカーソルね、録画できるよう、ゲームによってはできないみたいで、例えばボーダーランズとかの録画はちゃんとマウスカーソル映ってるんですけどね、マイクラはできないっていうね。映ってないもんね。明るいな。そんでですね、オナニーしてたらメールが来たんですけど。そっか、パソコンの音は全て一応拾ってる状態になるのか。これはメールの着信音聞こえたかな。で、デクトリーは本来ダイレクト X 系ので、あのダイレクト X 系で動くゲームをキャプチャーするソフトなんですよね。で、本来だったら Java で動くこのマインクラフトはできないんですよ、録画本来ね。あ、デク、あのデクトリー起動して、あ、録画できたらいいなみたいな感じで、うーんみたいな感じで試しにやってみたら録画できたんですよ。なんかアップデートがあったみたいで、最近 Java 系の Java、 うん、 Java で動くこのマインクラフトを録画できるというね。よかったよかった。今日はお盆ですよ。お盆、墓参りして、親戚参りして、よっしゃ寝るかってなったら、昼寝、昼寝ね、昼寝をしようかなと思ったら、あ、やっぱ動画撮ろうってなって今撮ってます。うん、でね、あのトラップタワーの回収地点をちょっと変えようかなと。やっぱあのちょっと遠いんですよね。うん、遠いんで、ちょっと回収ポイントをっていうか入り口をちょっと変えようかなみたいな思います。あそこ開けてるんですけど、この辺に伸ばしてきて入り口を変えようかなみたいな。静かですね。
前回かな、セミの鳴き声がもろすっげー入っててびっくりした。なんでこんな耳いってんだと思ったら、よく聞いたらセミだもんね。びっくりした。ちょうど今雨降ってたんで、昨日雨降ってたのかな、昨日雨降ってセミは今、この失敗はちょっと痛いな。まあ今日はセミは鳴いてないですね。大雨とか湿気が多い日とか、次の日雨が降るかもしれないっていう日に、なんか羽が生えたアリが出ますよね、家に。都会はどうかわかんないけど、とりあえず田舎はあるよ、よく。どっから侵入してきたんだみたいな。昨日は一匹そいつが出て、羽が生えたアリみたいなやつ。雨が降るなみたいな、明日雨が降るんだなみたいな感じで思いながら捕まえて、そのまま殺虫剤でピシャーってやって、ティッシュで握りつぶしましたね。いや、気がついたら手にひっついてるんですよ。ポットのお湯を、まあコップに浄ってね、やってたんですよ。右手に、カップ、左手で、あのポットのお湯が出る部分を押してて、で注いでカップを、まあなんかトレーに置いてスプーンでかき混ぜてる時に、あ、虫、俺の右腕に虫がついてるみたいな感じで気づいて、あーと思って、さ、とりあえずね、多分ね、羽が生えたアリってテントウムシの原理で高いとこに上がっていく性質だと思うんですよ。高いとこに上がっていって頂点に達したら飛んでいくみたいな、そんな感じだったんで、昨日あの高いところに登ってるような感じだったんですよね。だからうまいこと、指先を下に向けたり上に向けたりしながら、アリの動きをコントロールして殺虫剤で殺しました。で、殺したところに、ちょっとまだ本当に死んだかな、息吹き返すかもしれないから、ティッシュを使ってにぎにぎしました。いいね。ゴキブリはね、さすがににぎにぎできないから、掃除機で、あーでもな、最近掃除機変えたんですよ、ダイソンのあれに。吸引力が変わらないっていう、あの、やつ。だから、あれ無理なんだよね、あのゴキブリ。大きいものが無理なんですよ。殺虫剤か。表札ってもあったよね。こう、なんか、凍らせて殺すみたいな。で、それでなんか勘違いしたバカみたいな人が、ガスコンロとかの近くでシューってやるから、引火したとかね。昔は殺虫剤だからって言ってた時は、まあ殺虫スプレー、今も言うけどね。殺虫、殺すっていう字が商品に入ってるんですよね。だから、あ、人の口に入ったら良くないみたいな、食べたら良くないみたいな、そんな感じで、まあ食品とかガスコンロのところでは使わないみたいな感じでやってたんですけど、なんか表札みたいな、表札、凍らせて殺すみたいな、殺す、あの凍らせるっていうのが、ね、印象的だったみたいでね。わかるでしょうみたいなことをね、やってのけましたね、変な主婦みたいな人は。あー、またこのミスが痛い。
200メガの BPS。 いや BPS ってのかメガじゃない、200ギガ、メガの BPS かな。で、大体画質が安定してたから、テスト動画ね、やったとき。250いっちゃうかな。ガラス足りるかなこれ。前回足りると思って、あー足りると思ってたけどな、足りないのかなこれ。また掘りに爆破しに行かなかもな。ここさ、こうしよう。いいね、広げてみた。あとなんか余裕があればこの辺もなんか合わせたいね、周りに。あ、サトウキビ植えました。余裕があれば地図も作りたいな。これでさ、なんか高さが、あ、1マス合わなかったってなったら最悪だね。で、これ全部階段状にしてしまったら、こう、とんでもないことになると思ったんですよね。階段状にはできるけど、反対側が、みたいな。なので、ここから切り立った崖にしてみました。で、まあ、あの、残ってる部分は、まあ、名残と。まあ、その分、石とかたくさん手に入りましたけどね。ベッド持ってくればよかったかな？いや、いいのか、ここ明るいし。クリーパー。なんか適当に作った割には結構規則的に なりましたねこれ。超子供の声かエアコンってつけっぱなしのつけっぱなしの方がいいのかな。俺寒くなったら切る、暑くなったらつけるみたいな、そんな繰り返しなんですけど、設定は19度から、21度つけっぱなし。ちょっと温度高めでつけっぱなしの方がいいのかな、電気代的に。あ、なんかその辺暗そう。え、これ湧くよねこの暗さ。わかんない。ちょっと F3 でちょっと警戒しとこう。そういえば最近あれなんだっけ、最新版をやったんですよね。1.8.8 かな。そうだっけ？まあ、正式なん、なん、え？正式はなん、なん、噛むな。ちょっとイライラするぞ、この噛みっぷりには。自分でもイライラするぞ。言いたいことも言えない。こんな世の中、
ポイズン、ポイズン、ポイズン、みたいな。で、まあ、やったんですよ。リリース版 1.8.8 を。ね。だいぶ忘れてたことにびっくりしましたよ。例えば、ダッシュの存在をした、完璧に忘れてましたね。うん。あとは、シフトはね、結構掴んで覚えて。こんな動き。シコ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 。よし。まあ忘れ、シフトは忘れることはないけど、あとは、ダッシュだな。ダッシュ。設定、見てるときに、あ、そういえばダッシュあったな、みたいな感じで、ね、思い出しましたよ。16個も使うの ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 マジかよ。なくなった。この辺、あ、明るいのか暗いのか。この辺も砂にしたいな。石炭炉一個。えい。うん、17。誰か近くにいるときは基本あんま喋んないですよ。多分今までの動画を見てくれてたらわかるけど、喋ってて入ってこられたらちょっと気まずいですからね。でも俺はそう入ってこられても録画は止めない。面倒だからね。取りこぼしが多いな。いいや。うん。あ、やべ死ぬ。いや、いっそもう死んだ方がええかな。尋ね人ステッキみたいな。しまった。踏み荒らすこと忘れてた。はい。シフト。新しいグラブ欲しいな。今何シリーズだっけ。900番台が出てんですよ。あの、今500番台しか持ってない。今これね、使ってるの500番台っていうのかな。当時はすっげえ最新だったけど、今はもうね、うんこっすよ。いや、これでうんこって言ったらもういけないのか。
こキノコか。あ、地下労働施設みたいですか。これって種出るかな。あ、もうこのバージョンでは出なくなってたんだな。地下労働施設を見せてあげよう。まあ主にレッドストーンかな、集めてたのが。ダイヤはもうすぐ補充できるんで。ヒュヒュウェイ、まあ、まあこんなもんよ。そんなに掘ってないっけ。しかもこれ前みたいになんかビャーってなったらいいなみたいな感じで、ちょっと非常にゆっくりのペースで伸びるってね、伸びるっていうか増殖していくんで。メモリとか、あ、パソコンね、パソコンのメモリとか、メモリーか、メモリーか、どっちでもいいのかな。メモリーが、にもランクがあるんでしょ、なんか。今、容量はまあ別として、なんか。LAN ケーブルとかにもデータの転送速度とか、あとはハードディスクの、あの、ほら、このケーブルもなんかあるんでしょ。ラスト。いや、ケーブル一本でもね、手を抜いたら、ちょっと待って、携帯が鳴ってる。ちょ、マイクを振るぜ。はい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 、普通に電話かかってきたから。あ、ちょっと暑い。24にしてみようか。あ、もう暑いのはダメ、本当にダメ。寒いのもダメ。いや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 、最近もこれ言おうかな。あの、ちょっと人が聞いたらえって思うような癖ができました。できる癖ができるもんなのかみたいな感じだと思うんですけど、まあ、癖ができました。どういう癖ができたかっていうと、洗面所でしょんべんしてます。しょんべんしてそのまま水流しっぱなしにして顔を洗う。手も洗えて顔も洗えてすっきりみたいな。まあ嘘に決まってますけどね。ははって。お、冷たい風が来た。このエアコンの
つけてくれた人たち、人たちじゃなくて、このエアコンのさ請求書まだ来ないんだよ。今8月、6月頃に買ったんですよ。自分でつけるのももうめんどくせえから、あの人に来てもらってつけてもらったんですよね。請求書待ってるんだけど来ない。どういうこと？どういうことですか？みたいな。で、あのちゃんと電話かけたんですよ。あの7月もう中旬ぐらいに。1ヶ月ぐらい経ってんのにね、請求書来ないのおかしいなと思って電話かけて、そしたらなんか記録に残っておりませんって言われて、どうなったんだろうな。明らかに俺はね、今もちゃんと使ってるのに。お金どうしようみたいな。くしゃみで、くしゃみ。くしゃみを小さくする方法。鼻と唇に手を添える。まず鼻をあの手のひらでつまむでしょ。手のひらっていうか指の腹か、腹でつまんで、つまんで出た。残った手の部分を唇に当てる。そうするとちっちゃくなる。すげえちっちゃくない？でもこれはちょっと慣れが必要ですからね。実際くしゃみは「ヘイクシューン！」って大きいくしゃほが気持ちいいもんね。気持ちいいもんね。気持ちいいよ。やーべえ、マジ足らねえぞこれ。あとあの壁紙も変えましてね。はい、壁紙も。猫ちゃんが二人で抱き合って寝てる写真を見つけたんで、それを今やってます。なかなかあの大きいサイズの壁紙ってないですもんね。適当に自分で写真撮って加工して、それをね壁紙にっていうのはなんか違うよみたいな。くわ。ひゅい。はいらん。まあガラスはもうほんとぼちぼち置いていこうか今後。ガラスはあってもなくてもまあいい良さげな感じなんですよね。実は。よっしゃ。だから今からトラップタワーの、いやどうしようかな。砂集めて焼いてる間にトラップタワーの入り口をどうにかしよう。
こんなに静かな動画は他にないぞ、きっとね。ふう。まず TNT の前に寝るか。ここもなんかね、ほら、広くして行きやすくなったでしょ。嘘だって。余った TNT はありますか？ TNT 作るのにも砂がいるんだよな。あ、これはなんか、サンドストーン、サンドサンドサンドストーン、サンドストーン、サンドサンドサンド。頭皮麻痺。取り直す。2スタックぐらい持って、前回どんぐらい使ったっけな。まあ、全部持っていこう。フリント&スティール。さあ、そうそうそう。なんだっけ。セブンデイズツートゥダイで、あ、落とせよ。スティールを探しまく、スティールのピッケルが作りたくて、ずっとスティール探してるんですけど、ないんですよ。なんで？え、何しに行くんだっけ？あ、TNT か。これ？生肉どこ行った？生肉確かに持ってたよな。あれ？生肉どうしたんだっけ？いや、いっそのことこの山吹き飛ばそっかな。いや、吹き飛ばすまではないな。あ、ここ行きやす、通りやすくしよう。ほい。まあ、見かけ、おい、見かけの補正も兼ねて。ここだな。スケルトンの声が聞こえる。ウェイ。で、新たな洞窟の発見にもつながるかも。だいぶ遠いぞこれ。12345、7匹見える。石炭は、あ、いるな石炭は。石炭不足に陥ってるんで今。木炭を作るための今植林場ですからね。気不足解消のための。だから石炭も大事。でも近いんだよな。間違って録画停止しないか怖いんだけど。そこ？近いな。御用改め、行って。マジ許さん、ボス。こんな空間に結構広いぞ。ああ、中空洞だったんだなこれ。あ、でも反対側は来たことある。
かなり広いんだな、これ。東大元暮らしってやつやな。でも近い、近いぞ。わお。え、まだ広い？ここはちょっと封印しとこっか。封印。あれ、俺が思ってた場所に出ると思ったら違う場所に出た。爆破しなくてよかった場所か、これ。じゃあ前回の場所に行こう。花がかゆいな。ああ、ベッド持ってくればよかった。羊を殺そう。そのうち。えい。いやーいやーと、まあこれで葉っぱが変に残ると思うんですよ。まあそれを利用して目印代わりにするみたいな。で、ひゃほーい。まさかね、足りると思ったら全く足りなかったからね。このうんこダメージを直そう。あ、もう40分も撮ってる。やべ。あー、2時間行きたいけどな。一応900ギガは開けたんです。900ギガは開けたけど、最終的にエンコードを出来上がる動画がどれぐらいの容量になるかわかんないんで。90分だな。だからあと40分ぐらい、45分ぐらい。いやー、天竜人の祖先は最悪ですね。いい音ですね。いい音。このドッカーンってね。あら。そういえば、兄ってどうなったの？あの後。俺、進撃の兄って。兄だけ名前。女型の巨人の。なんか、真っ青になったのを覚えてるけど。真っ青になって、硬くなったっていうのも覚えてる。気になるわ。あれ、なんで連載したんだっけ？ヤングでやってんの？ヤングマガジン、ヤングジャンプ。
ジャンプ系ではないよね。あの、週刊少年ジャンプではないよね。一応、ナルト読んでたから、気づくはずだからね、その時に。ジャンプで掲載してたら。そういえば、将軍死んだんですって。銀魂の翔ちゃん。毒盛られて死んだとか聞いたけど、ソチン足軽将軍翔ちゃん。いや、トラップのあれまではいけないかな、これ。一応今回90分撮って、容量的なものを見て、次回判断するわ。次回1時間になってるか90分か2時間になってるかはちょっと不明ですけど、あれ、あ、持てない。そっか、持てなくなるっていうことを忘れていたな。まあ多少は吹き飛ぶけど、こうやってね、回収早いんで。おっと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 。明るいぞ。お、骨。綺麗に吹き飛んだ。あ、あ、なんで俺こんなにトーチ持ってきてるんだ。こうやって空洞見つけたら面白いね。あ、見つけた。あー、イカちゃんしたいな。ちゃん、すっげえイカちゃん欲しい。イカちゃん今人気ですって。なんか任天堂の危機を救ったとか。帰るか一回。欲しいな。 Wii U も欲しいな。 Wii U とかでなんか DS のソフトをなんか差し込む穴があればいいな。いわゆる互換性が欲しいな。それこんなに持ってきてもどうせ持てないんだよ。全部爆破する前に埋まるわ。いや、明るい場所になんか戻るっていうのはいいっすね。なんか湧き潰しできてるから、なんかすんげえこの辺に湧いてんな。うや、あ、やべやべ、この段差め。回収するものを回収する。やべやべやべ、この段差めやりうるわ。もぐもぐ。あ、降りろ降りろ。えい、届かないな、あれ。
この辺に入り口を作りましょう。いつかね。出入り口をね、作りましょう。さ、戻ってきました。外国には昼寝をする概念がないのかしら。昼寝をする概念があったらもうとっくにね、実装されてもおかしくはないと思ってるんですけど。石炭、マジかよマジかよ、嘘だろ。あ、よかった、危なかった。サンドストーン。チェストに入ってる砂はあれ使いたくないんですよ。観賞用だから。観賞用だから。俺に近づくと怪我するぜ。噛み癖があるからな。みたいな。はい、おやちみ。どうすか、こう前回パート1ね、挟んで前回から次回にかけて、今回にかけて、これ玄関なくなってるからね。動物、じゃあまあいい頃合いだから、サンドストーン預けよう。預けられなかった。うん。石炭預けようかな。ほら、もうこんなに補充できちゃってから。あと、実際はあと1個分あったはず。64があと1個。ね、ピッケルめっちゃ消費しましたから。ははははは。あはは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 は。じゃあ今日も元気に砂を、ベッド作ろう。いや、ベッドじゃなくて、そもそもこのすごそもそもあレール、トロッコ、カマ、チェスト、トロッコ、チェス、ん？トロッコチェスト、チェストトラック、トロッコチェストかな？を作るよりも自分で取り入った方がいいかもしれない。あともう木炭を作ろう。木を切ろう。この辺の予想以上に木不足、石炭不足が。足場何見てんのよみたいな。ナルト、まさか今年に食い込むと思わなかったな。今年って3月ぐらいにはもう終わるかなと思ったらまだ続いてるから。この調子でいくならいつまで続くんだ。
まあ本編はまあやってる分には面白いからいいんですけど、回想シーンとかね、過去にこういうことあったぜみたいな、まあ挟んでくるんですよ。まあ引き伸ばしないとなんかいけない理由でもあるんでしょうからね。結構枝分かれしてんなこいつら。てか今日ナルトあるし。本当か？ちょっと待って確認するわ。お盆だからな。あるのかな？確認。あ、あるある。立つ。来週もある。俺、動画撮り終わったら昼飯買うんだ。ん？昼飯食べるんだ。オッケー、オッケー。うわ、切りづらかったな、この木。すんげ。ここにも。どう？オッケー？オッケー、僕ぞ。ハードディスクの残りの容量をリアルタイムで確認できるソフトないかな。探してます。あと SSD 買います。やっぱ所詮はハードディスクで録画してるんで、ちょっとまあいろいろあるんですよ。ね。ちょっとね、取りこぼしが多かったりとか、あるんですよ。取りこぼしが。収録用に SSD 買っちゃおうかな、みたいな。そんな軽いノリで買う。あんな高価なものに手を出す。大抵 SSD って OS とかなんかソフトウェアとか入れた方がいいんでしょ？なんか起動が早いとか。まあ起動が早いのはまあ別にどうでもいいですよ。ね、正直。ジュボジュボ言ってやがるな。スケルトン狩りだ。せーの。ああ枠要素が、こんなに、1箇所 ?2 箇所、まあ、この3箇所。まあ、高さ的にこの2ブロック分ね。1個2個3個、この3箇所分の可能性。よっしゃ。まあこの辺の木正直邪魔だと思ってたんですよ。家帰るのになんかいちいちなんか木に登んないといけないしとかね。まあいい機会だなこれは。
あ、びっくりした。ドフラミンゴじゃなくて、気になるな、ワンピース。まあナルトはね、まあ、過去編とか、まあなんかオリジナルを使うけど、ワンピースはあれですよね、なんか昔放送したやつをそのままなんか新しく書き直しましたみたいな、そんな感じですよね。いや、カカシ先生ってさ、何歳に螺旋丸覚えたんだ。結構ね、若いタイミング何歳かな、螺旋丸に性質変化を加えることができないって断念したから千鳥を開発したとか、うんたらかんたらって言ってた。で、天才だったんでしょうね、カカ先生、カカシ先生は。結局映画見てねえ俺。映画見たかったな。でも今はナルトの映画よりセラマスミのなんか一緒に同居人にちょっと興味がある、いろんな意味で。まあ、感じ的にセラマスミの母親っぽいけどね。まあセラマスミが分かんない人は貧乳でググってみたらどうですか。セラマスミ貧乳って。怪盗キッドが男だと間違うぐらいなんか男っぽいって。なんだこの通路、なんか葉っぱだけ崩した形跡があるけど、ここも念のためもう1時間ぐらいで終わるか。ちょっとね、本当に心配なんですよ、容量民的なやつが。てかもう1時間経ってるし、じゃあこのこいつらをちょっとかまどにぶち込んで終わりたいと思います。今日ガラス置いてなんか砂爆破して来ただけだったけど、まあいいや、俺関係ないし。
嘘だろ。え、あ、サンドストーン、びっくりした。死死中、死波32。あ、えい、よっしゃ。あ、そこ燃料にならなかったっけ。そういえばちょっち、お、早い。あ、2個で1個みたいな。うん、まあ、溶岩バケツの最強さは揺るがない。ちょ、なんであいつは。クリーパー燃えないですからね、どんなことしても。弓矢の練習がしたい。じゃ、終わります。うん、ご視聴ありがとうございました。ドラちゃん17世女子高生でした。バイバイ。あ、最近叫んでなかったんで、久しぶりに叫びたくなった。録画何ボタンかな。 F10 かな、違うな、9。止まった。音声はまだ切ってない。音声は切ってない。あ、そんなに容量的なやつは大丈夫だった。あ、そっか、思い出したっていうか、マインクラフト自体をもう指定して撮ってるから、そんなに容量は高くないのか？高くなくなったのか？前は1時間で500とか600とか言ってたんですよ。お、いけるわ。あ、でも、もう終わる。一応もう終わる。じゃあ、バイバイ。あ、155ギガでした。容量。バイバイ。